はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、腰痛でお悩みのあなたに腰痛改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、ということでですね、本日はどんなお話をさせていただくかというと、私の野望を目指せ廃業という形でお話しさせていただければと思います。はい、これについてはですね、以前にちょっとお話ししたことがあるんですけども、まあ、今回ですね、ちょっとしっかりですね、またお話しさせていただければと思います。はい、まあ、私の野望はですね、目指せ廃業っていうことなんですよ、ということなんですけど、これは何なのかというとですね、私の最終的なゴールは廃業なんですね。なぜかというと、まあ、このような YouTube での情報発信ということもそうなんですけども、まあ、この世からですね、まあ、腰痛をなくしたいというふうに、まあ、本気で思ってるんですよ。はい、でそれをするためにはですね、まあ、私だけではなく、私以外のですね、あの先生をですね、できる先生をどんどん作っていってですね、まあ、全国各地でですね、はい、同じようにしっかり本質的な治療をできる先生を増やしていってですね、でそこで、まあ、この YouTube をご覧になっていただいているあなたはですね、まあ、それぞれの各地のできる先生の方に、まあ、行って相談していただいて、まあ、痛みを取っていただいて、その後ですね、痛みが戻らない状態っていうのを作っていただきたいんですよ。まあ、そのためにもこのような形で YouTube で情報発信しているんですけども、まあ、それができたらですね、じゃあ廃業するしかないじゃないですか。はい、まあ、腰痛がなくなればですね。なので今の痛みをですね、まずは解消するためにですね、ストレッチだったりとかそういったものをしていただくこともそうなんですけども、まあ、それでは対処しきれない場合はですね、それぞれの各地の先生に見ていただいて、痛みを取ってその後管理できるような形を作るっていうような形を作れば、まあ、廃業できるんじゃないかっていうことなんですね。でその後にですね、じゃあ何をするのか、お前廃業したら仕事なくなっちゃうじゃんっていうふうにですね、言われると思うんですけど、それ以外にやりたいことは私いくらでもあるんですよ。はい、いくらでもあります。例えばですけど、まあ食べ物のこととかそういったこともですね、やっぱり活動しているので、まあ、本当にこう良心を持って、はい、しっかり思いを持ってされている生産者の方をですね、このような、まあ、YouTube で、紹介させていただいたりとか、それによって、まあ、しっかりしたものがですね、こうそういったものを欲しい人に対してつなげてあげたりとか、あとは給食制度をこう変えていきたいなとかだったりとか、あとやっぱり子供に対する教育についてもやっぱりいろいろ勉強しているので、そういったものをですね、モデルとしてどんどん作っていきたいなだったりとか、あとやっぱり住むところとかもいろいろこう選ばない状態とかも作りたいなっていうふうに考えているので、まあ、治療院もですね、もちろん好きなんですけども、治療することも好きなんですけども、それ以外にもやりたいことってたくさんあるんですよ。私もともと世界一周旅行とかしていたので、やっぱり旅行しながらいろいろ仕事するのもいいなっていうふうに思ってみたりとか、もう私の妻との夢とかもあったりとかするので、たくさんやりたいことあるんですね。なので今やるべきことを、まあこんな感じでこうフル稼働で頑張っていますけども、それ以外にやりたいことたくさんあるので、とりあえずはまず目指せ廃業っていう形で今どんどん動いています。はい、そのような形で、まあ今日ですね、この話なぜさせていただいたかというと、その話をですね、今回のまたスパさんでですね、乗っけていただいているんですよ。はい、まあ毎週恒例なんですけど、私の漫画ですね、はい、漫画化された、この世から腰痛をなくしたいんですっていうような形ですね。はい、それについて私のまあ考え方、将来への考え方について漫画でですね、またまとめていただいているんですね。でですね、まあ本当にそのような治療に関する考え方とか仕事に対する考え方っていうところを今回まとめしていただいて、はい、まあはい、廃業が目標ということになりますねみたいなふうにも書いていただいてるんですけど、まあこの内容ですね、詳しく知りたい方はぜひですね、このスパさん、読んでいただければと思います。コンビニだったり本屋さんでも売ってますので、もしですね、まあ、これを買いに行くのは大変だっていうことでしたら、まあ、電子版とかもありますから、下にリンク貼っておきますので、はい、ぜひご覧になっていただければと思います。まあ、腰痛のためのストレッチっていうような内容では今回はないですけども、まあ、私の思いがですね、まあ、今回漫画になってますから、はい、ぜひご覧になっていただければと思います。ということですね、まあ、これからも目指す廃業というですね、スローガンもですね、持ちながら活動していきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。はい、もしご質問とあれば下にホームページのリンク貼っておきますので、ご質問ください。また今後もですね、腰痛改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですね、これで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。